アンブロワーズ・ボラールの肖像、ピエール・オーギュストル・ノワール・アンブロワーズ・ボラールは、19世紀末から20世紀初頭のフランスで最も重要だった美術賞の一人。有名無名の多くの美術家たちに対して、物質的、精神的な援助を行い、古典を開いて世界に知らしめたことで特筆される存在である。また、彼は熱心な美術コレクター、美術書出版社としても知られている。 ボラールは、インド洋に浮かぶフランス植民地レユニオン島で生まれ育った。フランス本国に法学修学のため渡り、最初は、モンペリエで、そしてパリで法学校に通い1888年に学位を得た。その間、ボラールは、アマチュア画賞に転校し、1893年には、当時パリの現代美術市場の中心地だったラフィット街に、 自分の画廊を持つようになった。ここで最初に、エドゥアールマネの大きな個展を開催した後、ゴーギャンやゴッホといった美術家の展覧会をやつぎ早に開いた。美術評論家のガブリエル・ムレの当時のことによれば、これは絶対絶命の綱渡りのようなことであった。ボラールの外見や顔つきについては様々に言及されているが一方で、彼は無名な画家の作品を安く買い、 有名にして高く売って財を築いた抜け目のないビジネスマンであった。著名な顧客にはアメリカの発明家でフィラデルフィアに印象派などの大コレクションバーンズファウンデーションを開設したアルバートバーンズ、アメリカの佐藤ヘンリー・オズボーン・ハブマイヤー、作家ガートルード・スタインとその兄弟のレオ・スタインら多くのアメリカ人富豪がいる。また、ボラールはセザンヌとが・ドガ、 ルノワールらの回想電気を表した。ボラールは1939年7月21日、自動車事故で死去した。彼の集めたコレクションなどの遺産は、彼の兄弟及び愛人に分割された。ありがとうございます。